クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。誰かしら。私はどなたにもお目にかかりません。あの奥様、お客様が奥様にお目にかかりたいって。私はお目にかかりません。それはよく申しましたが、何しろ森の主みたいなどえらい男でして、大声でがなり立てて。じゃあいいわ、お通し。なんて不作法なのかしら。私に一体何の用が。チェーホフ作、クマ。これは奥様、初めてお目にかかります。地主のグリゴーリ・ステパノビッチ・スミルノフであります。すこぶる重要な要件のためご静観を煩わしますが。どういうご用向きでしょう。亡くなられたご主人に約束手形2枚で合計1200ルーブルご用立てしております。実は明日が農業銀行へ利子を払い込む日となっておりますので、奥さんにその金を今日中にご用意願いたいので。 1200? どういうわけで主人はそのお金を拝借したのでしょう。私から馬に与えるカラス麦を買われたのです。それはもちろんお支払い申しますわ。でもあいにくと今日は手元に持ち合わせがございません。あさってには支配人にしかるべくお支払いをいたさせますが、差し当たってご希望には添いかねます。それに今日は主人が亡くなりましてちょうど7ヶ月にあたりますの。私どうも金銭のことには一切関わりたくない、そんな気分でおりますものですから。私は支配人を訪ねてきたのじゃない、あなたですぞ。支配人なんかクソくらいだ。失礼でございますが、私そういう口調に馴染んでおりません。この上お話を受けたまわるのはごめんこぶります。腹が立ってならん。腹の中が煮えくり返って、いっそ世界中木っ端みじんにしてやりたいほどだ。おいこら。どうぞお願いですから、そんな大きな声をなさらないで。あなたは夫人に対する作法をご存じなさすぎます。とんでもない、夫人に対する作法はちゃんと心得ております。いいえ、ご存じありません。あなたは無教育な不作法な方です。教養ある人なら夫人に向かってそんな口の聞き方はしません。ねえ奥さん、こう見えても私はあなたがご覧になったスズメの数よか、ずっとたくさんの女を見てきましたよ。だが大体女というものは老若を問わずみんなお高く止まって、気取り屋で骨の髄まで嘘つきで、おまけに鼻持ちならんロジックを振り回す。あなたはこれまでに誠実で定説で心変わりの思想もない女を見たことがありますか。あるもんですか。定説で心変わりのしない女があるとしたら、そりゃばあさんができそくないぐらいのものさ。では伺いますが、定説で心変わりのしないのは一体誰だとおっしゃるんですの。まさか男ではありますまいね。そりゃ無論男ですとも。よくもまあ、男が定説で心変わりがしないですって。はっきり申し上げますけど、私が過去現在を通じて知っている男の方で一番立派な方は亡くなったうちの主人でした。それがまあどうでしょう、その男の中の一番立派な人がハレンチ極まるやり口で私を騙し通したんですわ。あの人の死んだ後で恋文が机の引き出しいっぱいに見つかったばかりか、生きてるうちだって、ああ思い出してもゾッとする。
それでもやっぱり私はあの人を愛して、死んだ今でも私は相変わらず定説で心は元のままですわ。そんな話はどうでもいい。金を払ってもらいさえすりゃ即刻退散しますよ。誰がお金なんか出すもんですか。私、恥知らずとは話したくもありません。とっとと出て行ってください。ルカ、この方をお見送りなさい。旦那、言われたら出て行くものですよ。何もそう。黙れ。誰に向かってそんな口を聞くんだ。細切れに刻んでサラダにしちまうぞ。ああ、心臓に悪い。さっさと出てってください。このガサツなクマ、成り上がりズクニュード。なんだと、何と言ったんです。失礼ですが、どんな権利があって私を侮辱なさるんです。侮辱しますとも。それがどうしまして、私が怖がるとでも大思いですの。人をバカにするにも程がある。よし、決闘だ。やろうとおっしゃるのね。いいわ。今すぐですぞ。今すぐ。ちょうど主人の残していたピストルが2丁あるわ。その胴光りしたおでこへズドンと一発ぶち込んだら、さぞ生成するでしょうよ、この人でなし。旦那、豪商でございます。どうかこの老いぼれを不憫と思ってここ出て行ってくださいまし。死ぬほど脅かしなすった上にまたピストルだなんて。さあ決闘だ。これでこそ男女同権だ。俺は堂々たる主義に基づいてあいつをぶち殺してやる。しかし、一体何という女だ。この人でなし、その胴光りしたおでこへズドンと一発。真っ赤になって目をギラギラさせて、立派に挑戦を受けやがったぞ。正直な話、あんな女を見るのは生まれて初めてだ。旦那、出て行ってくださいまし。ご恩は一生忘れませんから。あれこそ女だ、正真正銘の女だ。火の玉だ、火薬だ、のろしだ。殺すのが惜しいくらいだ。旦那、お願いです、出てってくださいまし。俺は断然あの女が気に入った。とにかく気に入った。借金なんか棒引きにしてやってもいいくらいだ。さあ、これがそのピストルです。ああ、神様、お慈悲です、お助けを。庭男と業者を探してこよう。ただ前もって言っておきますが、私は空へ向けて撃ちますよ。この上まだそんなことを。なぜです、おじけついたのね。そうでしょう。怖くなりました。嘘ばっかり。なぜ決闘がしたくなくなったんです。なぜって、それはつまりあなたが気に入ったからです。気に入ったって。私を気に入ったなんてよくも言えたもんだわ。どうぞお引き取りになって。いや、どうも。なんて女だ。やられた。絶体絶命だ。綺麗にネズミ捕りにかかっちまった。銃を構えて。さもないと撃ちますよ。さあ撃ちなさい。その素晴らしい目で見つめられながら、そのちっちゃなビロードみたいな手の握るピストルで撃たれて死んだら、どんなに幸せか。とてもあんたにはわかりますまい。どうか私の妻になってくれませんか。決闘です。さあ行きましょう。惚れちまったぞ、小僧っ子みたいに、ふぬけみたいにな。いや、何をなさるの。
その手を離しなさい。私はあなたを愛します。あなたのお手を求めます。嫌ですか？嫌なんですね。それならいい。お待ちになって。いえ、何でもありません。でもちょっと待って。いいえ、言ってください。言って。あなたなんか大嫌いですけれど、ちょっと行かないで。こんなもの持っていたら指が腫れてしまったわ。何をポカンと立ってるんです。さっさと出てらっしゃい。さようなら。出てらっしゃい。どこへいらっしゃるの。お待ちなさい。やっぱり出て行って。腹が立つ。そばへ寄らないで。こっちは自分に腹が立ってならん。私はあなたを愛しますか。なるほど、全く良い時にあんたに恋したもんだ。明日は利子を払わにゃならん。草刈りも始まっている。そこへ持ってきて、あんたという人が。我ながらこればっかりは断じて許せん。離してください。その手を離して。私、あなたが大嫌いです。酒と、奥様、あれまあ、一体どうしてお二人がキスを。ルカ、お前馬屋へ行って、今日は馬にカラス麦を一粒もやらないように行ってきておくれ。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。